大越重則は、明治時代の日本の外交官。リヨン領事、ロンドン総領事代理、上海総領事、ブラジル中札弁理講師兼総領事、アルゼンチン中札講師を歴任した。安政2年12月5日、江戸幕府三倉武行、大越忠志五郎の長男として、江戸四ツ谷に生まれた。陽名は千太郎。幼くして幕府が倒れたため、家は困窮し、路上に、 家財や絵を売って、ここをしのいだ。父は、学問に理解がなかったが、洋学を収めた母の影響で、1871年9月外務省用、語学書に入学し、フランス語を学んだ。1872年7月25日外務省、翻訳係別席となり、1873年4月15等出資、1873年8月23日、 イタリア王国王室、明治8年7月3日、デンマーク施設の通訳を務めた。1876年5月10日、イギリス公使館不書記一等見習いとなり、6月14日、南城文雄笠原賢治の留学とともに横浜港を出港した。森有則講師の下で、関税自主権の回復を目指したが、1878年、 ユニバーシティカレッジロンドンでゼボンズに経済学を学び、保護貿易に疑問を抱くようになった。1879年12月3等初期生、1881年初期生、1882年4月4日帰国を願いで、8月24日、更新局御用係、25日朝鮮国務係となった。1883年4月19日外務初期生として、 再び、ロンドン領事館に配属された。1885年12月在オン領事として、フランスに転任し、1887年3月9日、バルセロナ万国博覧会理事館となったが、1889年暇を得て6月28日帰国した。1889年、外国貿易拡張論を表し自由貿易を主張。これが、 東京経済雑誌において評価され、以降たびたび同志に寄稿するようになった。1891年3月27日ロンドン領事、6月26日、総領事代理に任じられた。1892年のロンドン日本協会創立に尽力した。1893年11月10日。 在上海領事となり、1894年3月30日総領事となった。金玉金暗殺事件では、総理我門に交渉社会の上海共同疎開への引き渡しを要求した。1894年8月1日日清戦争開戦の法を受け、11日上海より引き上げ。11月8日正式に上海在勤を説かれた。 日本では1894年12月28日、横浜税官庁を命じられた。アルゼンチン中殺公指示1899年3月13日、ブラジル中殺弁理公使検総領事として、リオデジャネイロに派遣され、7月4日、ペトロポリスに着任、1902年4月30日アルゼンチン中殺を兼任した。当時政府は、 ブラジル移民の可能性を模索しており、シゲノも調査を行ったが、コーヒー価格の暴落による強行を目の当たりにし、反対の報告を行った。ブラジルでは日本へしゃげ提供会を設立するなど広い、交友関係を築き、妻12月11日にご解かれ、1904年11月日露戦争の外債募集のため、末松県庁に従い、ロンドンに渡った。 晩年あざぶく広町75番地に隠居したが、健康を害し、1923年7月2日午前10時、死去した。ありがとうございます。